ちょっと新飛鳥やんないぐらいの「新」頑張ったのに悪夢って言われちゃったよと思って<う>ラッキースケベの時笑ってほしかったんですけど、ね、あ<ー>これはあのお祭りだなと思いましたねこの方にご登場いただきましょう新飛鳥コアスプレンダーいきますはい 結構久しぶりにおっしゃいました久ししぶりにいまたね、コアスプレンドは特に後半からはずっと別の機体に乗っちゃってますからね、このシードシリーズ自体がもう大ヒットしてたじゃないですかそうですねそこにシンとして参加ていうことになったわけじゃないですか当時のこととか覚えてらっしゃいますかめちゃくちゃ覚えてますよまず、時は遡かのりシードのオーディションから始まりますから。 そうなんですかオーディション受けてるんですけど見事に落ちましてああ落ちるんだ悲しいなと思ってて見事に大ヒットしまして余計に悲しさ増すっていうだったけれども次の「ィニーで、はい。まで主役じゃないですかそうなんですよ監督直伝が来ましてえ福田さんからはいはいちょっと深夜明日かやんないぐらいの飲み会以降ぐらいの感じで誘われるんですか ええ、<laughs> そこまで軽くなかった気もしますけど、はい、なんかこうぜひあの参加してもらえないかっていうことで、はい、あの連絡をいただいて、ええ、あの当時の僕はやっぱりめちゃくちゃ嬉しくてあ、はい、そんな風なことが起きたことなんてなかったしでその福田監督とはあの「ギアファイター電動っていうアニメが その伝道でえ後半から出てくるかなりいい役「スバルという役をやらせていただいてそのご縁をまだあの大事にしてくださって呼んでくれたんだと思ったらやっぱりこうずっと自分がやってきたその声優としての仕事っていうものとかそこでのこう立ち回りとかそういうのを見ていただいた上で声かけてもらった認めてもらえたのかななんていうことをあの日。 は思いましたよね。嬉しかったのが一番大きかったです。あの今シンってどういうキャラクターだと鈴村さん思いますか。うん、いや難しいですよねこれね。すごく今思うとあのあの頃すごい苦戦して大変だったんですけど収録自体は<う>でも今見るとこうとっても可愛いというか <laughs> <ー>なんかあの可愛いプラスなんか。 もうちょっとみんな褒めてやれよって思いますよねずっとアスラに叱られてますもんねずっと怒られてますよねいつねいつ見ても怒られてるんですよでも誰も褒めてくんないんですよこの時収録してた僕もそうなんですよえ誰も褒めてくれないんですよえっと同じなんですだからシンクロしてたんですよ褒められること自体はそんなにない仕事なんですね現場においてっていうところで中でも特にこの現場はなんかこう もっともっと求められるようなそういう現場だったイメージでしたけどね。うでしかもこう笑いとかがシーンの中でもあれば、うん、現場では褒められなくてもまだ。 心癒されそうな気がしますけどとりあえず僕の記憶ではシンって笑ってるところすらほとんどないのではというそうなんですよね笑うときは何かやっちまってって笑ってるとか高笑いとかですからこれおいしいねみたいな感じで笑うシーンっていあんまりなくて平戸春日はちょっとずつあるんですけどせめてラッキースケベのとき笑ってほしかったんですけどその時も笑うどころじゃなく必死で人命救助とかしてますもんですよね。 真と同じような辛さみたいのはいやめちゃくちゃありましたね、うん、振り返っても自分の人生で一番長かった一年はいつって言ったらこの時だと長い一年でした特に好きなシーンとか好きなセリフというのを実は事前にはいお伺いしておりまして、はい、第34話、はい、悪夢 悪夢ね、えっと新アスカが、はい、あのキラヤマトを倒す話なんですよ。でめちゃくちゃ努力するんですよね。分析して、で自分の技術はどうだとか、うん、でも徹底的に準備して、でえっ、ー、ともうその機体自体をぶつけて、うん、あのこもやっつけちゃうみたいな話で、真から見ればですよ、うん、あの当時のキラって。 ちょっと何言ってるかわかんないですみたいな人ですから、真 <laughs> から見ればね。だからあの真の目線で見ればこのキラヤマトをやっつけるっていうのは悲願で、それが達成されたという話なんですよ。だから真良かったねってなると思ったんですけど、サブ隊が悪夢なんですよね。いや、歓喜でしょ。そうね。やり遂げたんだ。やり遂げたんだから。なのに悪夢ってどういうことだよって、真頑張ったのに悪夢って言われちゃったよと思って、なんか。 目線が違うんだなって思からしかもねこれキラ目線ってそう言ってるんじゃなくてアスラン目線で悪夢っていうことにほらだからもうアスランに怒られてばっかりのシンが頑張っったのに悪てうんですよまあでもこのアスラン側からすると上司からするともうどうしようもないなと思ってた部下がなんかすげえ頑張ってやりましたよって言って行ってきたら「お前それは落としちゃあかんや」つて。 そ、ええ、そんんななこと言わわいいいででよって思いますすもかうめちゃくちゃ頑張ったのに本当は褒められて一番叱るべきってことこですもんねこれねピークに褒められたい瞬間なんですけどまあでもここがピークでこの時のやっぱシーンは僕はすごい好きだし、はい、一つの目標にこう向かっていく、うん、なんかどっか本当に子供っぽいままずっとえいたシーンがこの時やっぱり何かを なななさけければいけないとかか努力をしようとかあのとってもポジティブになるんですよねすごいネガティブな彼がそれがあのこうなった瞬間っていうのはあの彼の人生においてもすごい大きいポイントだったなということでいうと、まあ、この作品全体においても新安アの一番こうピークにあたる和数なんじゃないかなというのは思いますけどね。 ーのシリーズ最新作「はい、劇場版ガンダムシードフリーダムが」が、はい、いよいよ来年1月26日に公開となります、はい、そうだ、はい、やったちょ劇場版やるよっていう話を聞いた時鈴村さん、はい、覚えてらっしゃいますか そうですね、約二十年前。あ、まあ、それは僕もみ見てましたけども。あの、こうね、イベントでね、ば。ばあ。うわあ。からの二十年。はい。長い時を経ましたね。ですね。で、その時から、えっと。じゃあ、政策決定を聞いた時の。はい。あ、そうです。かうです。はい。ええ。と、そうっすね。まっと。 びっくりしましまた、うん、じゃあすっごい難しいなこれ。えー、っと,、うん、とじゃあほ本当のこと言いますね。であのやるっていうことが本格的にあの決まりましたっていうことが連絡来た時にあいよいよだなと思ってそっからはやっぱりあのあだったらた楽しみになりましたね。うん、なんか20年 20年前の作品をもう一回関われるってそうない,いほぼないです、ね、ないと思います、ええええ、で役者を20年やってないとまずできないしでその20年間この作品の、えーとこうね、ポテンシャルが保たれてなければできないとかいろんな要素を考えるとものすごい奇跡のようなことなんだと思ったらあのこれはあの「お祭りだなと思いましたね、うん、ガンダムシード・デスティニー」最高